おはようございます。7月27日第704回ココナカアニマルラジオになります。今日はねスーパーパステル草亀ですね。そういえば最近出してないなと思って、今ちょっと他の亀と混泳させてるんですけどね、なんか混泳させてから甲羅の感じがね、まあ、ちょっと、かびちゃってる部分もあるんですけど、なんか全体的にはいい感じになってきていて、まあ、肌の色抜けもいいしね、当たり個体だと、まあ多孔だっていうところだけがあれなんですけど、まあ綺麗に育っているのかなというふうに思っています。なんか未だにそのパステルとスーパーパステルのそのねあれがどういうふうになるのかっていうのは遺伝のやつがよくわからないんでね、ちゃんと詳しい人に聞きたいなと思ってるんですけど、ボールパイソンと違うね遺伝の仕方なんじゃないかなっていうふうな話をよく聞くんでね、何か詳しいことが分かる方いたら、ぜひ教えていただけたらいいなというふうに思っていますが、まあとりあえずこいつ自体は綺麗なんでね、それはそれですごい楽しめている感じです。まあ、草亀自体がね今だいぶ値段が落ち着いてきたんでね、広がりね思ったほど流行らなかったと言ってしまうと残念な話なんですけど、赤耳がねダメになったんでもっとね行くかなと思ったんですけどね、草亀の方がよりちょっとマニアックなイメージが、今現在の感じだとね僕はあるかなと思っています。ただ美しさでいうとねこのスーパーパステルなんかはね逆にアルビノとか入れない方が綺麗なんじゃないかなみたいな気がするような、色をしているんで、まあこいつだけはどうしても欲しかったんでね、どうにか手に入れることができて、ラッキーでした。であとはうちは T プラスアルビノと、スーパーハイプのペアで、スーパーハイプもねオスがね骨化して、面白い感じになってるんでね、まあまた近日中にちょっと乗せたいなと思っています。譲っていただいてね本当にありがたかった話なんですけど、で交尾はして、メスの尾がちょっと噛まれてしまったんで今別にしてるんですけど、ただちょっとそのスーパーハイブには先に T プラスをかけてしまっているんでね、だから今後の、ちょっとその貯精がどれぐらいなのかっていうのも含めて、であとはなんか卵がうちはね草亀が孵化しないっていうね残念な状況になっているんで、なんかうまく、改善していきたいなというふうに思ったりしています。で、関東草亀はね、今年はサンクラッチ産んだんですけど、サンクラッチすべて水中産卵で潰されてしまったというね、まあ僕自身がそのちゃんと産卵場に置いていないんでね、まあこれは完全に僕の責任かなというふうに思っています。せっかく赤くてね、綺麗な個体が取れているっていうのをね、自分自身でも分かっているのにね、そこをちゃんとやらないっていうのは、まあ怠慢なのかなというふうに思うんで、まあ今後改善していきたいなというふうに、非常に強く考えています。で本当ね、カメ、ね、いろんなカメがいて、楽しめるんですけど、まあ、色変わりが好きな人、ね、嫌いな人、ね、ワイルドが好きな人、CB じゃないと嫌だっていう人ね、で、まあ、本当いろいろあると思いますけど、ね、それも含めて全てがカ、ね、メの趣味なのでね、あれがダメ、これがいいっていう、そういう話じゃなくてね、人のことをちゃんとね、尊重してあげてやるのがいいと思います。まあ、やっぱり自分ところの個体は可愛いし、自分の、ね、好きなものはね、やっぱり特別視 しがちだと思うんですけどね、まあ、一人でね、そのずっとね、コツコツとやってるんだけだったらいいんですけど、まあ、人と関わるときはね、うまいことをちょっと考えてやってみると、まあ、さらにね、趣味の幅が僕は広がっていくと思ってます。これはまあ人間関係の話なんでね、じゃあ亀に例えるだけではなく、全てにね、おいて重要なことだと思うんですけど、やはりね、相手のことをちょっと尊重するっていうね、気持ち、それがね、少ないと、やっぱりトラブルの元になっていくと思います。基本的に僕は誰とでも仲良くしたいんですけど、やっぱりね、敵対的な行為をされた場合は、やっぱり、ね、あ、こいつはちょっと無理だなというふうになるんですよね。だそういう風になってしまうと結局全てがね悪い方向に行ってしまうんで、だなるべくそういう人とは付き合わないようにするっていうのをね大事に考えながらね、自分が楽しくね生きていけるように本当に考えて、人をねちょっと選んで今後行かないといけないな、特に45になってくると、まあ、僕自身も頑固になってくるんでね、ただ攻撃されなければ攻撃し返さないですよっていう話なんですけど、まあそんな感じです。なのでね、カメ好きの方たちも、いろんなカメをね、好きでいてほしいし、まあ自分が気にならないものがね、もう別にそこに関してね、何の、なんていうんですかね、感情も抱かなければ、
なんかとても気が楽なんじゃないかなって。まあ好きじゃないんだから別にどうでもいいよねっていうぐらいの方がね、いいんですよね。好きじゃないから良くない、嫌いだっていう人もたまにいるんで、そうするとね、あのおかしな話になってしまうのでね、気をつけていきたいなというふうに思っています。なんでね、まあ、スーパーパステルとかこういう綺麗な草亀が買いやすくなったっていうのは非常にありがたい話で、まあ、確かに、ね、色変わりって年々、ね、あの増えていく数によってね、その買いやすくなっていく可能性が高いんですけど、ただそれを超える需要があるとね、まあ、とんでもないあの金額になったりもするんで、そこのさじ加減っていうのは非常に難しくてね、だもう本当にすぐ欲しいならその金額で買えばいいし、なんか自分でその相場を見ながらね、あこのタイミングで買ったらちょっとお得かなみたいなのを選んで買うのもありだし、いろんなやり方があると思っています。まあ、もちろん それはね、ワイルドのカメだったり CB で珍しいカメが1便目来たって言ってね、2便目3便目ってバンバンって来て安くなってしまうということがね、まあ、正直ねどうしても起こりうる、業界なんですよね。やっぱり海外でいっぱい増えてそれが安価で入ってくればね、でちゃんとしっかりね、あの輸入することができたら、安くなってしまうこともあるし、かと思えばね、いきなりもう閉じてしまって入ってこなくなってね、だからベニマリセタかなんかね、まさにそんな感じで、僕も9800円とかで昔買った記憶があるんですけど、まあ今もう20倍で買えるのかなっていうような金額になってしまいましたよね。あ、生き物になってしまいましたね。だそういうところがね、本当生き物の趣味っていうのがあるんでね、本当に難しいなというふうに思っています。だから、商売にするって考えると非常に大変なんですけど、だやっぱりね、趣味で楽しむっていうのはね、一番ベストなのかなというふうに、思っています。なんでね、スーパーパステル草亀ね、本当ちっちゃくて、もう最初スーパーパステルなのか何なのかよくわかんないぐらいのサイズで買ってきたんですけど、今ではね、あの特徴がしっかり出た綺麗な亀になってくれてありがたいなと思っています。成長すごい早かったイメージだったんですけど、ここ最近はちょっと落ち着いててね、そこまで大きくなっていないんですけど、ただ色抜けがね激しいところがねとてもいい感じで、いや久しぶりにちょっとじっくり見ましたけど、かっこいいなと思って見ています。ちょっと水が濁ってるのかなっていう感じなんですけどね、実際で見るともうちょっと金色味が強くてね、なんでこんな光ってんだろうな、不思議な、ちょっと太陽光ですかね、あ上からのあれがね非常に、あでもちょっと光が強いな、分かりやすいかなと思うんですけど、こんな感じになっています。ということでね、まあ今日その辺で終わりにしてね、そろそろ沖縄に行く準備をしたいなと思うので、もう本当今日朝からね水替えをバンバンしてね、もう非常に疲れてしまいました、ゆったりしてるんでね、まあ、ちょっと休んで用意をして行ってきますので、明日の朝は沖縄から撮れるのかなっていう感じですけど、まあ、ちょっと頑張ってみようと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。